西の山古墓は、京都府京都市山市区西の山岩が谷町にある、平安時代初期の貴族の墓。大正8年に、地元住民が、竹林に土入れ作業をしていたところ、偶然二上部と周囲が木炭で覆われた、木炭墓を発見、京都大学の考古学研究室の梅原松次により、発掘調査が行われ、金総大統、金銀平脱走法文京、 鉄属などの副装品が発見された。ただし現在は、コボそのものは竹藪に覆われ、位置の特定ができていない。京都市教育委員会が1970年代に調査を行った際にも発見できなかったとされる。昭和60年、地元ライオンズクラブが周辺道路際に、この付近西の山コボの石標を混流したのが、唯一の痕跡である。周辺が、 中富野市の根拠地であることから、被葬者はその一族とされていたが、昭和48年に、地元の歴史考古学研究家である、鳥居春は、上理性の復元研究結果に基づき同母が、坂の上の田村マロの墓である可能性を指摘した。平成19年、京都大学大学院文学研究科教授の吉川、新二が、清水寺演技の公認2年10月17日付の、 大城官府表題の記述と当時の地図をもとにした、山城国宇治軍山品号小津とを称号することで、坂の上の田村丸母説を裏付けた。山品西の山古墳出土品の内川帯飾り石は3位以上、及び4位三儀が用いた白玉の可能性が高く、鉄属の出土は弓矢の服装を意味している。また河原すずりの年代は、長岡京期から平安時代初期とされている。 このことから被壮者は8世紀末から9世紀初頭に死去した苦行クラスの上級貴族であり、武漢であったと考えられ、1、年代、内容のどれをとっても、坂の上の田村麻呂と一致する。金銀平脱走法文教一面、金総大刀一ぶり、鉄属、鉄刀紙鉄釘、鉄板二枚、用途不明鉄製品、硯一点、水滴一点、石体破片。 漆氏箱、霧箱。これら副装品は第一発見者から京都大学に寄贈され、昭和28年に山品西の山古墳出土品として一括して国宝に指定。現在は京都大学総合博物館肖像で平成18年に保存処理された。この際、鉄板2枚は母子である可能性を考慮して、X 線撮影による調査が行われたが、 新しい発見はなかったとされている。ありがとうございます。